リリン、ハロー、パラレール、リンパラレールのリントです。はい。今日はこれからね、ケージの中の DIY をやっていこうかなと思います。ということで、今日は、デレレレレン。はい。ここのガチャガチャの中のね、ケージに2階をね、中に建てたいなと思って、100均にてこちらの方ね、パーツいろいろと買ってまいりました。で、軽く今、どんな感じの構造にするかっていうと、これがね、立てる棒になるんですけれども、まあ、これ切って、これをね、台にして、こういう感じでね、立てて、で、まあ、この辺こう切って、ちょっと丸くできそうだったらね、丸くして、角をね、取った状態で中に入れられるようにしたいなと思っております。で、これが台になって、これがね、スロープとして使えるように、こう斜めにね、なんでこういう風にね、まあ、こんな感じかな。こんな感じでね、スロープをつけられるようにってところで買ってまいりました。で、これはですね、この端にね、綺麗になんかちょっと並べて、まあ、落下防止じゃないですけど、まあ、落下することってほとんどないと思うんですけど、2階からこう、ポトンって落ちちゃわないように、塀をね、作ってあげたいなと思って、その塀になります。一応、それを2つ。で、まあ、それを貼り付けるときに、まあ、普通に、釘刺そうかなとは思ってるんですけども、なんか釘の刺さり具合があんまり良くねえなってなったら、グルーガンでね、くっつけていこうかなと思います。で、あとはまあ木工用ボンドも使って、この辺のね、布の生地を貼っていこうかなと思っております。この2階の部分にね、うちのお部屋に関しては和風でプラス、まあお部屋のね、私のこうイメージとしては、なんて言うんですかね。春。季節は春。そして、模様としては、和風。模様というか、雰囲気は和風。で、プラス桜っていうイメージだったので、この桜のね、歯切れのね、布、ちりめん風のね、端材があるんで、これを使って。で、プラス、ちょっとね、奥に、まあ、人工観葉植物をね、立てて、ちょっと華やかにしようかなと思って、この二つ。ラズベリーのやつと、これは何のあれかな、わかんないな。何の花かわかんないけど、私が好きそうな色。ね、ピンクと白とピンクと白と紫。はい。ですね。っていう感じだったので、まあ、これをね、入れていこうかなと思っております。で、まあ、この作業の配信に関しては、ちょっとね、軽く、インスタライブでね、やりながらやろうかなとは思っていて、まあ、インスタライブのところのそのやつをね、ちょっと録画したやつを、この後の動画にね、挟み込みたいなとは思っております。随時ね、試行錯誤しながら、ケージ作りっていうのをやるので、なんて言うんだろうかな、動画としてね、うまく映せない場合があるので、なんて生放送とかでね、ちょっとやりながら、かな、なんて思ったりしております。まあ、実際まあ、あとは釘刺していろいろやってって感じなんですけれども。はい。まあ、私のね、好きな感じで買ってまいりましたので、あとはね、寸法を測って、ギコギコ切ってやっていこうかなと思います。それではね、実際この後作業の風景、差し込んでいきたいなと思いますので、作業の風景を、どうぞ。はい。ということで、先ほどね、あった、部材をね、切って、今こんな感じでございます。軽くね、切りまして、21センチだったので、横21センチに切って、縦幅がですね、これが、はい、これ。このシェルターよりも少し高い位置になるように今作っております。で、これを、4方向にね、こんな感じで立てて、まあ、普通に2階にしてって感じですかね。で、細かいところは布を貼り付けたり、これでね、塀を作っていこうかなと思います。あとはね、今これからまだ切らなきゃならない部材がたくさんあってね、今床元すごい汚れてるんですけど、まあこれは後で掃除機かけます。まあ掃除機かけりゃ OK なんでって感じですけれども、そんな感じでやっていこうかなと思います。あとね、階段もこの裏の部分ね、今剥がしましたんで、今インスタでね、ライブしながらだったんですけれども、
インスタのライブの中でね、普通にハンマーで叩けばいけんじゃねえみたいな話とかね、いろいろやりながら、なかなかうまくいかなくて、ちょっとだけね、切り込み入れて、そこにマイナスドライバーぶっ刺して、テコの原理でバコンってやったら取れました。まあ、これがね、こんな感じでスロープになる予定です。はい、じゃあ次の完成の動画まで、また、後で。はい、ということでまた途中経過でございます。現在ね、こんな感じで作っております。はい、今ね、下の柱はつけた状態になっていて、この天板の部分だけ今ね、布を貼って階段を少しこうやってつけて、でプラスこのね、横のところにこんな感じでね、落下防止ってほどじゃないけど、塀をね、作っていこうかなって思っております。ただ先に布を貼らないと、ちょっとつけられないんで、まず布をつけて、ここにね、こんな感じで設置していこうかなと思います。じゃあね、またそこまで完成しましたら、またそこで動画を入れていきたいと思います。はい、ということでこんな感じになりました。まあ、構造としてはね、さっきの構造の通りで変わらず、上に、このちりめん風のはぎれをね、上にくっつけて、で、ここには今クリップをつけて、で、もう片方にね、ネオジム磁石をつける形にして固定いたしました。で、実際にレオパに乗ってもらったんですけども、ぬるっと普通に下に降りたので、塀はいらないかなって思っております。なので、塀はなしにしております。はい。で、こんな感じでね、やっていこうかなと思います。あとは細かいレイアウト、中にね、調整してレイアウトが出来上がったら、またこの後に動画をつけておこうかなと思います。はい、ということでこちら、完成いたしました。今ね、インスタライブでアドバイスをいただきながらね、進めていきました。で、現在ね、さっきの動画でも見た通り、これね、ネオジム磁石でくっついてっていう感じでくっつけてあって、階段があって、で、奥のところにね、うちの子はちょっとうんちの場所を覚えてくれてるので、うんちボックス入れて、シェルター、そしてそのシェルターの前に、畳ですね。これ100均で売ってる畳です。で、あとは100均、もう本当に100均でめちゃくちゃ買ってるんだけど、100均のね、人工観葉植物の、これ何の花かわかんないんだけど、かわいいお花。私大好きなんです。で、あの後ろのところのね、シェルターの上、これね、いつも私の配信に来てくれてる方が、教えてくれて、あ、ちなみにこの間ね、福桃ちゃんご紹介させていただきました。翔子さんっていう方ですね。この間、くーちゃん紹介させていただいたんですけれども、その方にね、アドバイスいただいて、実際に置いてみました。いい感じじゃない？ね、いい感じよね。でね、奥のところにもこんな感じでね、花があって、で、いつものレイアウトで使ってる和傘と桜の花びらがあって、後ろにね、レオパの、ラブっていうやつのね、ステッカー貼らせていただいて、そして、横にはね、こんな感じで葉っぱっぱがあって、そう、こんな感じでね、葉っぱっぱがあって、奥のところにもね、こんな感じで、シダ植物みたいのがあります。はい、こんな感じで完成でございます。じゃ、実際ね、レオパ入れていきましょう。はい、おいで、ロッペとルフ。上上がってくれるかな？じゃあ、まずロッペ様から行きましょう。はい、ロッペどうぞ。早速下降りたね。早速下降りたね。早速下降りちゃった。はい、どうぞ。はい、どうぞ。あなたは上上がるのね。っていうことでね、ほんと春という感じですね。はい、ああ、君は中入っていくのね、すぐね。お、ルフ様はいい感じに上にいますね。はい、ということでこれでね、ガチャガチャの中のケージ、2階をね、作るという企画終わり。ひとまずこんな感じで、あとはね、生活していただこうかなと思っております。はい。またね、何かケージの改造とか、ケージのその構造を変えたりとかしましたら、また、
ご報告というかこんな感じで動画撮っていこうかなって思っております。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok の方ね、見ていただければいいなと思います。あとフォローですね、していただければなって思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントウでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。